っと左だ、時間ないぞ。ライトを調整しろ。プレジデント、ネクタイ確認します。急げ急げ。一番と同じようなもんだろう。ああ、魔鋼溜まりは近い。行こうぜ。こっから降りるよ。ここは？お、これはいいな。先行くぜ。やった。あっ、ふっ、と思ったより怖かったね。思うからだ。ん、おい、見ろよ。こんなデカ物が出てきたらひとたまりもなさそうだな。このクラスの機動兵は巨大モンスター用だ。最新兵だろうな。もし俺たちの前に現れたら、その時は逃げた方がいい。ああ、おねんねの時間で助かったぜ。
っかりしろ。ティファ。ん？タイマーは何分だ？何分でもいいぜ。今回はリモートスイッチ式だ。ジェシーが作ってくれたの。安全圏まで離れてからポチドッカーン。安全圏ねえか、なもん。脱出ポイントは正面口だ。来た道戻るぞ。タイミングが良すぎる。もしかして監視されてる？すぎたないネズミども、よく来たな。戦意先導広報作戦を指揮するシンラカンパニー治安維持部門統括ハイデッカーだ。軍の大将が喜ぶがいい。貴様らの悪行はミッドガル中に放送されているぞ。あ、何これ。5番マコール前からの中継です。シンラカンパニーはマコールの爆破予告を分析し、爆破の対象を5番と特定。施設内にて実行犯を発見し、現在追跡及び爆発物の探索に当たっています。続いて各地の反応です。はい、こちら5番街スラムです。爆破対象の特定報告を受けて、神羅カンパニー危機対策本部からの避難勧告が通達されました。1番マコール爆破事件に続く連続爆破実行犯の非道な犯行に避難の声が巻き起こっています。プレジデント神羅は市民の暮らしを侵す脅威を断固排除すると宣言しています。さあ、不満をため込んだ市民にとびきりの娯楽を提供してもらおう。クライマックスを。デカ物、我が社の誇る最新鋭の大型機動兵エアバスターによる公開制裁だ。整備班から報告です。エアバスターの整備進捗は現在 60% 想定より遅延しています。撮影中だ。艦内の警備担当に通達。侵入者を速やかに捕獲しブリッジに連行しろ。おとなしくしろ。公開制裁って、あのデカブツをぶっ壊して神羅に赤っ端書かせてやろうぜ。ああ、悪くない。
を運び込め。ハイデッカー統括がお待ちかねだ。積み込み完了。 B8 フロア発送開始。整備班了解。侵入者だ。革命。あいつらが何してたか調べるぞ。バレット・クラウド、これ見て。あのロボットの部品をリフトで運んでるみたいね。邪魔してやろうぜ。整備不良に持ち込めるかもな。賞賛あり。操作盤を確認してみよう。操作盤ってのはあれか。動かせそう。カードキーがいる。探せ探せ。見つかったの？ああ。よっしゃ、操作盤を維持。待てよ、整備の邪魔すんだろ。そいつは出口の扉を開く端末だ。M ユニット。ああ、マテリア溶液を使った強化パーツだ。邪魔できそうか。リフトの行き先を廃棄に切り替える。連中の悔しがる顔が見えるぜ。うまくいったね。よし、次行くぞ。私たち今も見られているんだよね。ああ、撮影中だろうな。今さらどうしようもねえ。せいぜいいい顔しようぜ。B7 フロア発送開始。了解。 B8 フロアの物資が届かず通信不通。至急確認願う。侵入者だ。捕らえろ。こちら B7 フロア。操作盤も2つだ。見つかった？1枚だけ。操作は1度だけか。クラウド、決めて。こっちの荷物は AI。 行動制御プログラムのブースト装置だ。つまり素早いロボット。それは怖いね。どれを捨てるのかよく考えてね。これで整備が遅れるよね。廃棄した荷物はどこに行くの？おそらく廃棄物を集める部屋がある。ビッグボンバーだの AI コアだの、結構なお宝があるんじゃねえのか。かもな。いただいちまうか。部屋が見つかればな。Oh.
いいか、みんな聞いてくれ。シンナの言うことは全て嘘っぱちだ。魔鋼は星の命だ。シンナは星を食い物にしてる。だから。バレット、いきなりどうしたの。嘘されんなら言いたいこと言っとこうと思ってな。音声はカットだろうな。ビッグボンバーだ。さっさと捨てるもん決めて、シンナの計画をボロボロにしようぜ。ビッグボンバーを廃棄しました。ハイデッカメ、ざまあ見ろ。どっちが制裁されることになるのかな。楽しそう。神羅をぶちのめす姿がミッドガル中に流れんだろう。笑いが止まんねえよ。もう踊り出したりしないでね。お、一緒に踊るか。クラウド君もどうだい。遠慮しておく。なりそうなのを捨ててやれ。ビッグボンバーを廃棄しました。君で。こっちは AI コア。私も同じことを思ってた。
ロボット、弱くなったかな。やるだけのことはやった。そうよ、やってやったぜ。あとは仕上げを残すのみ。もうすぐ出口だな。ティファ、爆弾のスイッチは？準備はできてる。デカブツをぶっ壊したらポチッといくぞ。うん。整備の状況は？現在最終調整中。急げ、包括がお待ちかねだ。よし、まだ整備中だ。侵入者だ、捕らえろ。整備時間を稼ぐんだ。たたくぞ。何があろうと俺たちはセブンスヘブンに帰る。必ずだ。
絶対だ。うん、マリンにただいまって言おう。もちろんクラウドも一緒にね。スマイルを忘れるな。報酬次第だな。さっさと開けろよ。緊急ロックモードだ。閉じ込められたってこと？あの部屋から開けられる。めんどくさいことしやがって。あの先には廃棄物を集める部屋もある。整備を邪魔したアイテムが集まってる。お宝部屋か。よっしゃ、さっさと行こうぜ。開けるの？仕組みは簡単だ。レバーを同時に動かせば。ここは任せて。俺がここだ。お前は残り物な。現在緊急ロックモード有効です。レバーを同時に動かすんだよね。じゃあ俺が温度を取るぜ。いや、ティファだ。ああ、その通りだ。くそ。まあ二人ともよく見てね。行くよ。せーの。緊急ロックモード解除しました。おっしゃー。やったね。すごい、息ぴったりだった。そうだな。お宝部屋も覗こうぜ。ここがお宝部屋か？開けばな。開かないの？最上級のセキュリティロックモードだ。あっちのとは違うのか？同じだが、こっちは何度か繰り返す。はっ、楽勝だぜ。うん、やってみよう。現在、最上級セキュリティモード有効です。二人とも、私に合わせて操作してね。じゃあ行くぞ。ティファに合わせるんだ。待ってる。さあティファ頼む。最初の入力行ってみよう。せーの。セキュリティモードレベル1解除。2人とも完璧。この調子で行こう。次行くよ。せーの。焦らないで、しっかりね。せーの。セキュリティモードレベル2解除。やったー、コツをつかんだ。おうよ、どんと来いだ。シンラの鍵という鍵を開けてやら。半分終わったね。もうひと踏ん張り。せーの。セキュリティモードレベル3解除。大成功。怖いものなしだね。これで最後だよ。気を抜かないでいこう。せーの。セキュリティモードレベル4解除。廃棄室のロックを解除します。うっしゃー、シンナメ手こずらせやって。思ったより早かったね。二人ともご苦労様。ディファもな。合わせやすかった。掛け声に心を込めたからね。あった。クラウドの言った通り。苦労した甲斐があったな。残らずいただくぞ。
て。無機然と死んだ。魔法は見たもの目か。君はソルジャーだな。元ソルジャーだ。ソルジャーは死ぬまでソルジャーだ。まあ役に立たなくなるものも多いな。ソルジャーのシーンで最も多いものは劣化による自己崩壊。データは非公開だが、ソルジャーなら皆知っている。もちろんだ。こっちは無視かよ。君の話はダラダラと長い。そんな予感がしてね。てめえらの悪行を数え上げたらいくら時間があっても足りねえ。足りないと嘆くものほど浪費する。そう、それよ。浪費について話そうじゃないか。魔法の正体はライフストリーム。ライフストリームは星を流れる血。その血をシンナが吸い上げ浪費してる。このまま続けたら星はどうなる。ああ、吸い上げているのは確かに我々だ。だが浪費しているのは誰だろうな。魔法の本質など誰もが知っている。それでいて見て見るふりをしている。そう考えたことは。んなわけあるか。仮にそうだとしてもてめえらの洗脳だ。そんな魔法は使えんよ。さて、スラムの道化師匠、君たちは今から敵国軍隊の手先だ。市民の戦意を盛大に燃やしてくれ。軍隊だと。なんだそれ。ネズミどもには理解できない。何してやがる。これは貴様らの作戦ではない。我々が入念に計画した戦意洗脳広報作戦なのだ。よって爆破のタイミングも。あ、シンラが決めた。てめえ。さあ、ショーの始まりだ。ミッドガル全市民の敵アバランチ。軍隊とも凶暴による罪状は明らか。貴様らを即刻粛清する。許さない。全部大嫌い。あの時は甘えなかったな。クラウド、ぼさっとしてんなよ。頼りにしてるからよ。クラウド、大丈夫？問題ない。こっちは行けるか。おう、やめてろ。クラウド、市民に頼む。俺の見せ場だ。クラウド、動けないの？デカブチを止めるぞ。そこ。ノーテックユーティー。そっちはどうだ。さあ、行くよ。ただじゃ済まないよ。どうだ。行くよ。ここに攻めよう。さあ、第2段階へ行こう。ここからがエアバーの本領。気をつけてね。おう、任しとけ。充填開始。さあ、慌てて。それ食らうかよ。そうだ。だろ。引き受けた。なんつう威力。危なかった。データに詰め込んだ。驚け。
ここが勝負どこ。そこ邪魔だ。いくよ。沈め。やっ、出番だよ。おう、引っ込んどけ。こっちだな。まだまだ。どうよ。エアバスター、最終フェーズに移行する。さあ処刑の時間だ。空中戦か。あんたが頼りだ、バレット。おい、フォローはそっちに任せたぜ。はあ、狙うぜ。今だ。まだまだ。うん、やりたい気分。集中、気合い入れてけ。探す。見極める。どけどけ。出てこい。行くぞ。行くよ。当てる。よし、やっちゃおう。結構だ。貫いて。それ。わっ。はっ。死ぬ。仲間の秘密を。おう、任しとけ。やってやろう。狙うぜ。どうだ。どうだ。期待してるぜ。この分かってこい。強く見れるよ。悪かったな。これで終わりみたいな言い方をするな。クラード！